やー、ひどい髪型だなー。こんにちは、はじめしゃちょーです。俺もさ、USJ に行きたいよ。 USJ に行きたいけどさ、遠いんだよ。だからもう Amazon で注文して買いました。百味ビーンズでございます。 UFJ? ユニバーサルスタジオジャパン、 USJ か、 USJ に売ってる本物の百味ビーンズでございます。百味ビーンズですよ。てか USJ 行ってみたいな、行ったことないんだよね。うわ、臭いこともないんですけども、はい、今回はこちらの百味ビーンズを本当はね、こう一粒一粒食べてさ、まあ鼻くそ字だ、まずい、まーとかやりたいんだけど、俺はそんなね、バカみたいなことしないから、俺はそんな普通のことしないから。うわ、すごい、あ、今味のシールがあった。いろんな味があんだな。鼻くそ味ってやっぱあんのか。ゲロ味もあんの。ほら、ちゃんとこういうね、ゲロ味とか鼻くそ味とかさ、面白そうなのがたくさんあるわけよ。でも僕はそんなね、研究者ですから、こんなの一粒一粒食べて美味しい美味しい言ってる暇があったらさ、研究するわけよ。だから今日はな、こちらのミキサーを使って百味ビーンズを全部入れて一つにします。混ぜます、全部。100種類の味があるかどうかも知らないけれども、もう百味ビーンズって書いてあるから100の味はあるんですよ。ここに入れて混ぜて、こうできたものは本当にそのもう100個の味が1つになってるわけですからさ、もう世紀末の食べ物ですよ。もう誰もが食べたことないね、もうエクスペクス、もうあれだ、もうすごい味。ああ、もったいねー。もう普通に食べたいんだけど。じゃあいきます。ああ、セプタムセプラー、めっちゃ音でかい。セプタムセプラー、というわけで、これをちょっと熱して、ちょっとひとまとまりにさせていきます。やばいやばいやばい、ハリーローン、やばいってこれ、やばい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 、溢れてて、なんかなんかもうこの世のものとは思えない感じになっちゃいました。はい、というわけでできました。なんか冷蔵庫で凍らしたらすごい、これ食べれるのか。百味ビーンズが混ざるとこんな感じになります。もうゲロですね、ゲロ。というわけで早速食べようと思います。ただこれね、マジか。え、どうすればいいの。ちょっと何とかして一口食べたい、一口食べればいいんだよ。なんかちょっと温めたらかろうじて動くようになりました。でもこれ絶対熱いよね。なんとか一口食えればいいんだよ。よし、ちょっとこんぐらいだな。はい、ちょっとこれだけ採取したんで、こちらをちょっと冷やして口に食べれる温度まで下げて食べます。はい、というわけで、なんとか固まって温度もいい感じになったんで、ちょっと食べてみようと思います。もう完全に見た目でアウトですね。はい、では行きましょう。くさっ、固っ。